静岡県富士山世界遺産センターは、静岡県富士宮市にある博物館。世界遺産に登録された、富士山の保護、保存、整備のための拠点施設であり、学術調査機能を併せ持つ施設。県産ヒノキを用いた、記号紙からなる逆さ富士の外観が特徴であり、富士山陸の湧き水を引いた全面の水盤に移ると、西富士のように見えるよう設計されている。 水盤には鳥居が建てられており、富士山本宮は間大社との連携を図っている。館内は北東西東天示棟から構成され、天示棟は四季の富士登山を疑似体験できる内装となっており、最上階に着くと実際の富士山を一望できる。建築デザインはプリツカー賞受賞者である坂シュエルであり、 テーマは富士の水の循環と繁栄である。2013年に富士山から信仰の対象と芸術の源泉は世界文化遺産に登録された。世界遺産条約第5条では文化遺産の保護、保存、整備の分野における全国または地域的な研修センターの設置の促進並びにこれらの分野における学術調査を奨励しており、この条項に基づき設立された。 また、ユネスコ世界遺産センターに提出された、富士山包括的保存管理計画及び、静岡県行動計画との関連性から、情報を発信する拠点、富士山の適正な保護管理と活用を図る拠点としての側面も含まれる。このように、学術調査機能を持つため、研究員が在籍している。富士宮市に選定された理由は、近接する。 富士山本宮浅間大社が浅間信仰の中心地であること、建設地から他の構成資産との近さ、また中心市街地に位置しアクセス上優れていることなどが挙げられている。同世界遺産センターの設計者は公募後、審査を経て選ばれたが、偶然にも設計者決定後の数日後に坂茂のプリツカー賞受賞が発表された。館長は元文部官僚の遠山敦子で、 副館長は課長級の県官料。総事業費は約41億円である。ありがとうございます。